私が個人的に美術館が好きでよく行っていて、で今回その、視覚障害者と作る美術鑑賞ワークショップ の、 イベントにも参加してすごく面白かったんですけれど、絵って普通見える方が鑑賞するものだと思ってたのが、見えない方が鑑賞するっていう、今回そういうものをじゃあ私たちパナソニックの技術で何かサポートできないかと思ってこの企画したものになります。パナソニックの、担当者の飯田さんが、こういったことをやりたいという思いがあって、我々のように見える人と見えない人が一緒に美術鑑賞をやるっていう活動をしている、グループに声をかけて、美術館での視覚障害者向けの音声ガイドっていうのは前例がないので、お手本がまずない、誰にとっての正解かっていうことを定めることがすごく難しいので、正解がないっていうところがやっぱり一番難しかったです。今回そのコンテンツ作るときにすごく苦労して、伝えたいことがすごく多すぎて、それをどう整理していくか、こうどういうふうにしたら端的に面白さを伝えれるかっていうのはすごく難しくて、今回こだわってやったんですけど、絵画の前に、ビーコンをつけていまして、そこに、近づくとスマホが、アプリが反応して震えるようになって、でそこでボタンをタッチするとその音声を、骨伝導ヘッドホンを通じて、聞いていただくというものになります。ここに展示されているのはマティス70歳の頃の作品です。縦45センチ横37センチほどのカンバスに油彩で描かれています。描かれているのは画面中央に正面を向いて椅子に座る真っ赤なガウンをまとった女性の姿です。女性の顔には黒い線で、弧を描く眉と切れ長の目、閉じた口が簡潔に表されています。両腕を丸く張り出した肘掛けに沿わせるように置いた姿はほぼ左右対称に表され、まるで女王のように堂々とした風情を醸し出しています。今回そのガイドを作るにあたって、入れようとした要素が、目に見える情報と見えない情報、見える情報というのは額縁の大きさであったり色であったり、それを見てどう思うか、そういう印象とかやや主観的な、情報というのも入れ込むようにしたんです。なので単純に機械的に絵を説明するだけじゃなくって、その絵を見る人がどういう気持ちになるだろうかとか、その絵を見てるっていう行為自体がどういう面白さがあるんだろうかとか、そういうことを、あえて盛り込みました。非常に解説も本当によく分かりました。ありがとうございました。その場で喋ってもらう情報よりも、よりこう正確だし安定した情報がこう伝わりやすいんじゃないのかな、言葉選びが私に合ってたのかなというところはあると思うんですが、そういうところも想像しやすかったと思います。動物園とか動くもの、実際には動いているものを、難しいでしょうけれども、リアルに今どういうことをしているのかとか、どういうものがそこにいるのかとかって、そういうところにももっとこうシステムが発展していけるともっと楽しいのかなと思います。海と部屋との境目がないって言った時に、なんかすごくなんか広がるような感じがして、なんかいいなと思ったんですけど、今まで私たちがサポートできてなかったところに、手を差し伸べれるのであればすごく意義があることだなと思っていて、期待を持っていただいた方がすごく多かったので、それは本当に良かったなと思いますし、これからやるべきことだなというふうに感じました。